トレーラーみたい。こんにちは、キャンディボードのジャンクです。今日は千葉県のフットのスポーツの成瀬支店にやってきました。よろしくお願いします。これ映してもいいですか？映してもいいですか？あ、いいです。なんかゴミ持ってます。大丈夫ですか？この方も僕のステッカー。そう。これ紐なんなんすか？これ紐。あ、これ多分ドアが、はい、なんつ降りるときに、ああ、風でな、あ、これいいっすね。うん、それを防止するために多分。ああ、これいいっすね。今から飯どこら辺行くんですか？カップラーメンです。あ、カップラーメン。今日は。ああ。今日ラーメン。お湯だけ入れて、はい。もう車の、ああ、トラックの中で食うんですか？うん、食べて、もう寝るみたいな。富士の視点では珍しい平ボディのトラック。あれは練されてるんですか？バックの練習してるんですか？そうですね、今バックの練習。新人さんの、はい。ああ、ちなみにこの車庫自体でどんぐらい、全部何台ぐらい収容できるんですか？奥全部合わせたら100台ぐらい行きますよね。 あ、今日ちょっとね、一緒に、今日の相棒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あ、デジタルスポットのキューと申します。よろしくお願いします。名前で大丈夫ですか？あ、はい。じゃあちょっと僕と一緒に軽トラ乗って、実際何台、全部で何台止めるか数えましょうか。はい。ちなみに今日これ乗ったやつは藤井屋カーゴさんで、まあ使ってるんですかね。これ空調になってました。空調でこんな感じでね、軽トラの空調。これクジラエアカーゴの羽がついてたんですよね、普通のクジラより。なんか実際に僕も数えたことないんで、はい、予想は あっちも含めて何台ぐらい入ると思います？でもメインがね、ここメイン、ここがあって、裏にもねちょろっちょあって、はい、奥にもあるんですよね。そうですね。どんぐらい入ると思いますか？100台ぐらい入るんじゃないかなっていう気はするんですけど、僕はじゃあ90台にしておきます。はい、じゃあ数えていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、まずここからですね。はい、お願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、枠でいいんですよね。はい、はい、16ですね。はい、今では16じゃねんな。じゃあこっち手前側のやついきます。はい、はい、お願いします。はい、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44ですね。44。はい、今で44か。はい、100ぐらい、いかんね、厳しそうですね。ちょっとそこまで入らそうですね。はい、じゃあ次、はい、ここに行きます。から、はい、お願いします。はい、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、はい、今で66ですね。はい、で奥のその置き場の方を見てみましょう。はい、ここはね車両置き場とかね、整備工場の置き場です。はい、はい、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、89、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、90、100いくぞこれ。90、91、92、93、94、95、
97、98、99、100、101。これで105。はい、105台。105。結果は105台ってことで、100ありましたね。100ありましたね。びっくりしました。90ぐらいかと思いましたけど。そうですね。100です。多分一番富士の中で一番多分100止めるとこないっす。あ、そうなんですね。すごい。あ、結構大きいんですね。大きいですね。成田支店ってあれですか。はい。基本的に空港の仕事ですか。なんか地場の人も結構おるみたいです。あ、そうですね。はい、私も地場ですし、はい、他の仕事で空港行かない仕事も何回かやらせていただいてますね。はい。トレーラーもあるんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日会えました、いろいろ。はい。お暑い中。ジョミンさんとちょっと空港の方ちょっと周辺ブラブラしてきますんで、お世話になりました。はい。ぜひ楽しみに。はい。またよろしくお願いします。ありがとうございます。家は、匝瑳市っていうところで。匝瑳市？はい。漢字がすごい読みにくい字なんですけど。僕の兄貴が4つ上なんで。あ、そこのお兄さんと一緒です。同い年ですね。はい。はい、そのせい、まあ大体そうですね、そんなに流行りのあれ変わんないですね、そこまで、はい、やっぱりね、今なんかね、乃木坂とかアイドルいますけど、はい、やっぱりモーニングスクスですね。そうですね、プッチモニとか。あ、そうですね、ミニモニとか、ね、ミニモニ誰推しでした？私、辻ちゃんが結構好きでした。あ、辻ちゃんね、はい、好きでしたね。辻ちゃんが YouTube してますよね、なんか。あ、そうですね、杉田くんとかね。この前、江頭さんとYouTube がコラボしてる時ましたね。埼玉のスーパーアリーナっていうところに、はい、一回ライブ見に行きましたね。ただまあすごい後ろの方席だったんで、もう豆粒みたいな。埼玉スーパーアリーナが一回行ったっすね。あ、そうですか。僕は小学校の時に、はい、あれ流行ってなかったですか、30人31脚って。ああ、はい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 、肩組んで、そう足結んで、あれの全国大会出たんですよ。え、そうなんですか。で、小学校6年生の時に、はい、なんか埼玉スーパーアリーナ、その時初めて行きました。相当でかいですよね、埼玉スーパーアリーナ。でかいです、でかいです。多分できたばっかりじゃないですか、埼玉スーパーアリーナ。ここが飛行機の丘ってことですね。飛行機の丘ですね。あー、はい、いろいろあるな。JAL、ピーチ、ジェットスター、はい、もうほぼほぼある感じなんですか。もうそうですね、ほぼほぼ網羅してるぐらいな感じで。これ何なんですか、 MCAの貨物の飛行機。ここで鐘を鳴らしたら結婚できるという。ちょっと場所をね、移動してきました。飛行機の、うわ、来た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 。すげえ。これがもう空の駅みたいな、道の駅みたいな感じだったんですね。アナ、ちょうど今回ね、石井さんにいろいろね、公演とか案内してもらいました。はい、ありがとうございました。いろいろお時間取らせてもらって、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はね、ステッカーとこのオリジナルフジトランスポートのクオカードをプレゼントします。はい、またコンビニで使ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいろいろありがとうございました。お世話になりました。こちらこそ本当にいろいろありがとうございました。貴重な経験できて嬉しいなって。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、お願いします。これから頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。背の高いトラックで、いつものね、車検とは違ってこのね、荷台を外してから車検っていう感じになるんで、とりあえずね、荷台をね、この鉄をかまして、荷台を外して車検を開始ってことで、
トレーラーみたい。はい、じゃあこれからで車検するってことで、今から今日は成田の方で車検を進めます。まだ最速車検ということで、目標1時間でやっていただけたらというところになってます。で今回はちょっと違った車両になってます。スワップボディになってまして、うちの聖鷹の97を運ぶトラック。この車は車検上、ボディを下ろさなければいけないという決まりがあるので、車種の状態で車検をやります。それではスタート。よろしくお願いします。はい、今ねこれオイル交換のオイルをね抜いてます。茶色ですねオイルは。そんな黒色ではないですね。今回ね、箱シャーシだけなんでちょっとはね普通のトラックよりは効率よくできるのかなと思います。10時開始なのに今15分経ちました。さあね、今回はいつものトラックと違うんでね、箱を取ってからのね作業になるんで、習って流れを覚えてから帰って、工場をまた
まだできてないんで、無料できてから。あ、じゃあ仙台も後々は車検ができるような施設を。そうですね、ゆくゆくは認証工場を作っていただく予定になってるんで。そうなんですか、はい、その時には持ち込みにはなるんですけど、はい、車検の方をやらせてもらおうかなと思って、はい、流れを覚えていかないと。はい、作業終了ですね。これ下がったら10時から開始したんで53分ですね。今回の記録です。はい、53分でした。お疲れ様です。53分。みんなありがとう。みんなありがとうだ。スーサソ